もう焼き付き覚悟で全開に回してみよう。フルパワーをぜひとも。はい。はい、こんにちは。こんにちは。吸ったもんでありましたが、やっと慣らし運転完了でございます。はい。というわけでね、全開走行解禁だ。いやー、やったー。ということで、お待たせしましたやってみましょう、フル加速。はい、はい、もう焼き付き覚悟で全開に回してみよう。はい、こいつのエンジンのね、フルパワーをぜひとも体験してもらいたい。うん、というわけで、ただまあ法定速度までね、うん、だからここだったら60キロだ、60キロまでまずは行ってみましょう。はい。はい、いかがでしたか。はい、あのさ、こう一速で40だってあのビリオン、うん、最高わー最高です。次、お父ちゃんも行ってみます。よろしくお願いします。思いっきりバイクやっぱこう思いっきり走るって楽しいよね。だね。長かったね、鳴らし運転。長かったです。よし、これでもここから楽しめる。だね。レーシングエンジンの力を見よう。頑張ってください。そうか、レーシングエンジンか。そうです。じゃあよろしくお願いします。いってらっしゃい。はい、いかがでしたか。はい、あのね、レーシングエンジンってことあって、うん、めちゃくちゃ速い。よく回るよね。回る回る。だって信号待ちでウィーリしちゃうもんこれですね、そうなんですよ。あのエンジンもあるし、この車体的なもんもあって、もうパワーが完全に、なんていうのかな、バランスが崩れちゃってて、ポンポン浮くね。浮いちゃう浮いちゃう。これ二人乗りしたらもっとひどくて、はい、簡単に浮きます。はい、すごいです。素晴らしい。表現しちゃったね。エンジン一つでこんなに変わるもんなんだね。はい。ただ思ったより振動ないね。思ったよりね。ちょっと7、8000、9000ぐらいになってくると今度はビビ始めるけど。でもね、そう、7000ぐらいで一回振動出るんですよ。うん、だけどその後逆にだんだん振動が減っていく感じがあるから、これキャブ多分これ PC20 全然ちっちゃいんですよ。これもっと24か28ぐらい、まあ24ぐらいかな。28になるとセッティングめんどくさい。セッティング大変になる。今楽だから PC20 なんだけど、これ多分キャブ大きくしたらもっともっとパワー出ると思います。はい。でご覧の通り、だいたい2速で法定速度ありえねえノーマルでね、4速でやっと出た速度が2速であっさり出ちゃうので、もう全然別物になっております。
はい、こちらの中華エンジン、はい、エンジンフィーリングでいうとステージ1カムって感じかな、イメージとしては。ステージ2とかステージ R みたいな、もうガンガンに回るタイプじゃなくて、あの低速がそんなに犠牲にならない感じ、チンプンカンプンです。だから中速が回る感じでしょ。あ、そんな感じだね。で、高回転ばっかり振ってるわけじゃないので、うん、非常に走りやすい、はい、だからこれあのサーキットでは分かんないんだけども、あの峠道、街中ではもう持て余すくらいだけど、うん、峠走ってちょうどいいぐらいかなって、そんな感じですね。はい、だから絶対的なパワーを求めるんだったらもっとハイカムとか入れたらいいかもしれないですけども、これ基本的に入ってるカムのそのまんまで、はい、いい感じに。だからそれがステージ1、うん、まあ、スポーツ走行用って感じだね。そうだね。でこれ実際走ってみた印象なんですけども、純インターナショナルの 105cc、 あのカムに積んでたやつね、うん、あれより断然速いです。素晴らしいびっくりしました。で、高回転結構多用してもそんなに垂れる感じはまだしないですね。まあ熱々にはなるんですけども、だからこれ、まあ、夏場は今ちょっとまだオイルクーラーが欲しい感じかな、連続運転欲しい感じなんですけども、冬場は大丈夫、冬場は分かんない。あとはまあ実際もうちょっとまだ完全にセッティング出してどんな感じになるかちょっと分からないですけども、今んとこはエンジンフィーリング的にはかなりいいです。はい、もっとガサガサした回転になるかなと思ったんだけど、あの回るね、あの GN125 よりも断然回って調子いいです、はい、今のところはね、今のところはね、何が起こるか分かりませんけども、はい。でこれさ、パワー出てよく分かったんだけども、フロントサスペンションダメダメです。これこれね、見ててね、うん、あ、ヘルメット持っとく、あ、もう大丈夫、これ、ます、うん、これでボヨン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 これ押してボヨン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 、これパワーがあるからさ、交差点入って倒し込んでアクセル開けた瞬間にポフンってそうそうめっちゃ怖え。まあリアサスをやった分がそのお釣りが来てんだけども、まあフロントサスペンションだね、次はね。よろしくお願いします。あとでもフロント剛性も足らないよね、ちょっとね、ガクガクする。そう、ブレーキは意外と大丈夫だった、ブレーキはやっぱこうメンテナンスすれば意外と大丈夫なんですけども、フロントサスペンションとフロント剛性が全然足んないので、まあこれをなんとかしないとサーキットはちょっと怖いかなと。怖いですね。そんな感じでございます。はい、